モアカとチャーレー、はい、コウスケです。今日は、タイトルにもある通り総集編ということで、コウスケの自己集をお送りしたいと思います。それでは早速全話急げということで、早速お送りしたいと思います。それでは VTR 最初の事故からお送りします。それでは VTR スタート。はい、では1本目の動画はこちら、ドリフトトライクっていうドリフトするための三輪車を近所の子供が持ってたんですよ。で、僕はもう早速貸してもらって近所の公園で、どうやって滑れるかっていうのをやってみました。どんぐらい事故ってるんでしょうか。それではどうぞ。ありがとう。はい、では解説のコウスケです。よろしくお願いします。で、こっからスピード乗せてコーナー曲がろうとするんですよ。で、こっから勢い乗せてくるんですけど、ここでストップ、はい、ここで足で止めようとするんですけど、もう地面に足がつけへんくて全然止まらないんですよね。で、この体勢もめっちゃ亀かカエルみたいになってるんですよ。亀みたいじゃないですかで、ここでもう止まれへんからどうするんやっていうので、手で行くんですけど、手では誰しも分かる通り無理ですねっていうので頭に行きました。お願いします。ごめん、大丈夫今。はい、ということでありがとうございました。いやーもうね、最初のあの事故、なんとね、奇跡的にもう打撲もしなかったんですよ。打撃だけやったんですよ。で、僕たまたまね、もう打撃の受ける訓練、しばかれる訓練はね、もう格闘技でずっと受けてたんで、しばかれて育ったんでね、そこはもう全然問題なくいけました。でも、今後とも、もし危ないこともあると思うんで、もうこのね、ヘルメットちゃんとつけて、三輪車乗りたいと思います。ということで、皆さんもね、もし三輪車また乗って動画撮るよっていう時は、ヘルメットつけて一緒にご安全に行きましょう。ということで、事故なくてよかったです。事故やけど、知らんけど。ということで、それではね、次の事故をお送りします。それでは次の事故です。どうぞ。ご覧ください、はい、こちらです。カートランドに来ました、はい、近所の宝塚カートランド、めっちゃ近かったですね、はい、車10分ぐらいで、うん、だから結構車ですぐ10分とかで終わりました、はい、で、今回何をするかというと、はい、なんとタナピーさんがもうサーキットでバチバチいつも走って、はい、僕F0 とかめっちゃやってるんで、F0 で走ってるんですか、踊ってきたんですよ、こっちにスタンドで、そうですね、ので、ほんまに走ってる人とほんまに走ってない人がやったらどうちゃうのかちょっと今日は研究していきたいと思います、はい、それではよろしくお願いします。難しいですね、カートってやっぱ難しいですね、サーキット関係知らんけど。でね、これらの動画は本編はね、もう全部概要欄のところにリストで貼ってるんで、よかったらそっから本編もご覧ください。では、次の事故はまた一味違った事故をお送りできます。それではこちらです、どうぞ。ごめんね、いっぱいできました。見えますかね、これ。はい、あ、いいですね。
しい。いやもうね、あれももうほんまにせっかくやったのに、せっかくやったのに無理でしたね。ということで、もしね、愛車を台風から守りたいって、あのコクーン作りたいっていう方おったら、あれ普通に乾いたまんま貼っちゃうと結構ボディに傷ついちゃうんですよ。なので僕がやったのは、水で霧吹きとかで水で濡らしてから湿った状態でペタペタガムテープを貼って、テープでやっていくと無傷でいけるんで、ぜひ台風対策として、もしやる方おらんと思うけどおったら、ぜひ参考にしてください。ありがとうございます。では、早速名残惜しいですが最後の、事故ですね。最後の事故はこちらです。それでは最後の VTR どうぞ。はい、コウスケです。タナビです。今日はね、はい、なんと、はい、ついに初秋と。よし、ありがとうございます。ついにね、念願の雨ですけどね、もうゴリゴリ雨でした。ゴリゴリ雨でした。今回走っていくんですけど、人の車に当てないように、施設を破壊しないようにっていうのを一番メインに気をつけて、はい、その次に自分が事故らんようにみたいな。なので、ぜひご覧ください、はい、それでは、事故りませんようにお願いします。お金ないんで。はい、お願いします。頑張ります。これ、お疲れ様です。大丈夫ですか？これやってもうたんですよ。うわ、外れてるやん。そうなんですよ、ガーンって生きて、うん、でそうですよ、これめっちゃ吸って、な、下の青いやつ出てきたんですよ。もともと青やったのが。やばいやん。こことかも傷めっちゃ入ってるやん。そうなんですよ、ヘッドライトと、で、あとケツもいったんですよ。コウスケ、はい、ありがとうございました。以上、4大、コウスケ4大事故でした。ありがとうございます。で、今回、惜しくも4大事故にノミネートされなかった事故とかも過去動画にあるんでね、ぜひ、本編、今回の本編であったり、過去の動画ももしこれで興味持っていただければ、またご覧いただければと思います。で、また次回の動画でお会いできればと思うんですけど、もしね、まだチャンネル登録されてないって方いましたら、ぜひチャンネル登録や、あとね、またどうなんやったでとか、思い思いのね、ことあると思うんで、それもまたちょっとコメント欄にツイートしていただければと思います。はい、でね、またインスタであったり、ツイッターとかもやってるんで、ぜひそっちもフォローお願いします。ということで、次回、それでは次回お会いしましょう。以上、コウスケでした。私からは以上です。それでは、またお会いしましょう。本日も一日ご安全に。ありがとうございました。動画見てくれてありがとうございました。コウスケの本業は現代アートです。概要欄に作品解説の動画もありますので、ぜひご覧ください。
コウスケの作品や活動、今後の展示告知は概要欄にあるホームページ、ブログ、各 SNS にて発信しています。そしてこの動画がいいなって思ってくれたらチャンネル登録を、でももう一つやなって思ったら次頑張るんでチャンネル登録よろしくお願いします。今日も一日ご安全に。